おはようございます。9月24日の火曜日、溝口駅長朝ライブです。えー、っと、今日は火曜日ですね。なんか2週続けて3連休、月曜までお休みでしたので、曜日の感覚が狂いますが、今日は火曜日。火曜日ですね。<laughs> ちょっと不安になります。えー、っと、いよいよですね、ようやくですね、 えー、おめでとうございます。夏が終わりました。<laughs> 涼しくなりましたね。朝の気温が。あの、今、私、部屋の窓全部閉め切ってるんですけれども、で、なおかつエアコンもつけてないです。が、えー、ま、えー、涼しいですね。<laughs> えー、ちょっと、あの、閉め切ったら空気がこもってきましたけれども、まだまだね、えー、エアコンもなしでも大丈夫な状態になりました。ありがたいです。 今朝起きた時もなんかちょっとね、あの空気がひんやりしまして、あの掛け布団、ね、夏用の薄手の掛け布団着てたんですけれども、しっかり <laughs>、しっかりあのかぶってないと寒いぐらいでございました。皆さんの肌感覚いかがでしょう。今日の一番の岩中谷さん、えっ、ー、と先日はお誕生日会 <laughs>、お誕生日おめでとうございました <laughs>。 と赤割さんどうもおはようさん。えー、山中さんおはようございます。今井さん。えーっと、昨日まで一応運転会お疲れ様でした。どうもでした。外国製の製品はなかなか難しいですね。大体は動かせるようになりましたが、走行が不安定なのが残念。TGV と会の車両は持ち帰り対応します。ということでもありがとうございます。 ね、昨日、おとついは HO ゲージという大きな鉄道模型の運転会をね我々、鉄道模型で遊ぼう会でやりまして、今井さんをはじめ、えメンバーの皆さんどうもお疲れ様でした。まあ、いつもの、ね、N ゲージと違って迫力がありますね。やっぱり大きさがある分重量感があるといいますか。ね、あの線路の継ぎ目を、ね、渡るときのカタンカタンというね、 えー、重量的、重量音と言いますかね。<laughs> が非常にリアルでした。また高価なね、車両をたくさん持ってこられる方もいらっしゃって。はい。まあ見てるだけでも楽しい2日間でした。山崎さん、いつもありがとうございます。おはようございます。松尾さん、神戸は大変快適な朝です。いいですね。ええー、と、日曜日は、素坊会の一応ゲージとても楽しめました。懇親会もということで。 ご参加ありがとうございました。えー、欲しくなったんじゃないですか一丁ージ <laughs> そこまではないですかはい。えっ、ー、と、あー、かおりさん、室温23度。23度であればね、あのー、ね、エアコンガンガンに効かせたぐらいですよね。夏だったら。 はい,い。快適な気温になりました。あ、小西さん。えっ、ー、と、昨日、おとつお疲れ様でした。奈良は少し曇ってます。涼しくなりました。その分眠いです。<laughs> あ、さすがの小西さんも眠いですよね <laughs>。えー、昨日は、ね、昨日まで、えっ、ー、と、鉄道も警戒もありましたし、はい、えー、いつも遠方から参加いただいてありがとうございます。 伊藤さんおはようございます。この秋一番の爽やかな朝を迎えた名古屋です。ね。やっと空気があ秋っぽく <laughs> なったなという感じがしますね。狭間さんおはようございます。えー、おとつい昨日楽しかったです。お疲れ様でした。ということで、昨日、おとつね、一応ゲージのレールを <laughs>、えー、持ってきてくださいました。本当にありがとうございました。おかげで。 おかげでね、えー、っと、7週、ね、エンドレスのコース7週作れました。<laughs> はい、次回もよろしくお願いします。田淵さんおはようございます。涼しくなりました。ね、歴国も涼しくなりましたか。ね、えー、あとは適度に雨が降ってくれればですね、まあ農作物も、あの、元気になるんじゃないかなと思います。 伊サ山さん、おはようございます。暑さ寒さも悲願までとはよく言ったものです。まあ、にしてもね、今年の暑さ、まあまあ、まだ終わりじゃないとは思うんですけど、日中は暑くなるんでしょうけれども、まあ、えげつなかったですね。本当にもう35度以上が当たり前という夏は本当にしんどいっす。 もう今年だけの異常事態であってほしいですね。来年はどうなるでしょう。<laughs> はい。あー、中谷さんね。えー、今井さん、ありがとうございました。ということで。はい。えー、けでも、ちゃんと動く状態になってましたよ。すごいですよね。さすが今井さん。<laughs> えー、こうさん、おはようございます。今朝は涼しいというより肌寒さを感じました。今週は昨日から金曜日まで。5連勤お疲れ様です。<laughs> はい。えー、そうですよね。肌寒さ。あの、ちょっとうちの子供がですね、昨日から体調を崩しまして、今朝もお熱があるということで、学校お休みになりそうです。ね、本当に急に変わりますからね、本当、あのー、やっぱり体がね、その気温の変化に追いつかない。もうちょっと落差が大きすぎますね、今年は特に。 千田さんおはようございます。涼しくなりましたね。本当に。ありがたいことです。ね。まあ、四季があるのは良いことですけれども、今度はまた寒い寒いって言うんでしょうね。岩 <laughs> 家さんおはようございます。荒野山六通り雨も降って涼しい朝を迎えています。昨日は来月の一級会の下見に行ってきました。ありがとうございます。次回、10月19日はジャパンコーヒーフェスティバルというのが、 えー、何回、高野線の橋本から、えー、と、極楽橋、さらにケーブルカー乗って、高野山までの区間でね、駅ごとに、まあ、キッチンカーとかが出るのかな。えー、いろんなコーヒーが楽しめる、そんなイベントがあるので、それに乗っかっていこうかなと思っております。地元の岩崎さんにもご協力いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 えー、もっと森さんおはようございます。涼しくなりました。ということで、京都、宇治もね、涼しくなったでしょうか。はい、本当にありがたいですね。えー、ちゃん、ちゃんと秋が来てくれた。<laughs> なんかもう今年は暑すぎてね、もう涼しくならないんじゃないかっていうぐらいな絶望的な気分になりましたけれども、ちゃんと季節は巡ってくれるんですね。 はい。えー、涼しい朝を迎えた各地だと思います。で、今日は火曜日ですので、気になる鉄道ニュース、皆様からね、こんな鉄道ニュース、ーありますよっていうのをお聞きするコメントでぜひ教えてほしいと思います。皆さんご自身のね、体験、えー、列車で見たり聞いたり、 ね、釣り広告だったり、駅のパンフレットとかでね、見つけたニュースでも結構です。えー、で、ちょっと私もあの、何も調べてないんですけれども。まあ、あの、前々から分かってたニュースですけれども、いよいよ今度の日曜日ですか。あの、JR 四国松山駅が新しい駅に変わると。ね、ずっと地平のね、えー、横に長い、 え、ホームでしたけれども、あの、特急列車の重列駐車でね、潮風と和解の間の乗り換えがですね、同じホームでできるというような工夫がされてたりしましたけれども、いよいよ高架駅に変わりまして、その重列も見られなくなるようです。まあ、地元は盛り上がってるんでしょうかね。まあ、綺麗な駅になって、えー、ね、まあ、ベンになるんでしょうか。 え、ということで、まあちょっと私も松山だいぶ行ってないですね。2, 2年以上行ってないかな。またまたね、えー、っと、バスデー切符の時期にでも行ってみたいなと思います。どう変わったのかね。見たいなと思ったりします。はい、ちょっと今日気になったのはそれぐらいですかね。他何か皆さんからございますでしょうか。あとはそうですね、なんか昨日は山陽新幹線が なんか事故と言いますか、補線が完了しなくて、ね、えー、列車が、ああ、ね、大幅遅延とか、いうのがあったみたいですけれども、あとは JR 貨物のね、検査不正とか、あと、あ小西さんが書いてくれましたけれども、東北新幹線のね、はやぶさと小町がね、もう高速走行中に連結が外れたという、う前代未聞の事件がありましたね。 もうなんかですね、まあ、日本の新幹線なんてゃらのは特にですね、もう日本人の誇りといいますか、ね、もう高度なものづくりの象徴みたいなところがあるんですけれども、まあ、鉄、新幹線に限らず鉄道もそうですね、えー、ね、日本人の誇りだと思ってたんですけれども、不正であったりとか、そういう事故が起きたりとかですね、 まあ非常に不安にさせられます。まあ、あの、ね、鉄道の不正が見つかる前はね、自動車、ね、もうほぼ,ほぼ全メーカーですかね、えー、っと、摘発というか、あ見つかってない <laughs> 自動車会社ってありましたっけ何らかの不正があってね、なんかもう生産が止まったりとかいろいろ影響が出ておりますけれども、なかなかね、あの、 本当の職人気質といいますか、そういうのが失われているのかな。もうみんなサラリーマンでね、もう自分のところだけ、もう自分がいる代だけ、えー、なんとかないゃいいわと。あとは知らんみたいなね。まあ、局論すればそんなイメージだと思うんですが。ねええーだ、誰も見てなくても自分はこだわってきっちりとした仕事をすると。 えー、もう過剰なぐらいにですね、品質にこだわるとかいうのがですね、もうだんだんとそういうのが薄れてきているのかなと思うと非常に残念ですね。はい、まあ、と言ってもなかなかね、えー、お給料が上がらない <laughs>、予算もつかないとなれば、どっかで手を抜くしかないのかなっていうのはね。 えー、お金はあげないけれども仕事はきっちりしろみたいなので精神論でやってきた月かなとも思ったりします。はい。えー、ちょっと、えー、暗い話になってしまったのでこれぐらいにしたいと思います。奥さんいつもありがとうございます。えー、小西さん、東北新幹線の走行中に連結が外れた事故ですが、まだ原因がわからないようですね。怖いですね。ということで。えー、っと、原因わかってないですけれども、運行はしてるんですかね。 えー、ね、まあい、あの、小町とはやぶさの間のね、えー、連結器が外れたということですけれども、他の連結器は大丈夫なのかね、そこまで疑ってしまいますね。田淵さん、この春まで娘が松山にいるので、松山駅見に行きたいですと。はい、えー、ね、地元の方は行く機会あるでしょうかはい、えー、私も見に行ってみたいです。 今井さん、千の8なら、機関項を走りながら切り離ししていたのにと。ね。あの、時間短縮のために走りながらね、ね、えー。連結を外すなんていう離れ技を <laughs> やってたそうですけれども。もそれも職人技ですね。事故のないようにそういうことをやるとては大変じゃないかと思いますが、今はさすがにそれはやらなくなりましたね。 安藤さんおはようございます。名古屋市やっと涼しくなりました。おめでとうございます。大阪もやっと涼しくなりました。はい。ということで、さまあ、爽やかな朝を迎えたというね、コメントたくさんいただきました。まあ、昼間はちょっと暑くなりそうです。30度ぐらいいくのかな。はい。ということで、まあ、油断はできませんけれども、まあ、体調崩さないように。 それだけ気をつけましょう。ということで、今日はここまでにいたします。明日は水曜日ですので、乗り鉄漁公開のイベントなどのお話ししたいと思っております。それでは皆様、一週間頑張りましょう。